構やばい。それなんか地声でいくのが。そうそうそう。顎の角度とかって気にしてます。なんか最後のとこって結構顎引いてるらっしゃるんですけど、陳さんが。はいはいはい。で、この番組は。今日のスポンサーのテーションさあやってまいりましょうか。お願いします。ハイパースーパービッグゲストシンさんにお越しいただいております。ありがとうございます。よろしくです。お願いします。まあ皆さんご存知だと思うんですけど、いやいやいや、あのボーカリストのシンさんに今日はなんとお越しいただいておりまして、シンロイドという名前で YouTube もやっております。やられておりますんで、あの後々ちゃんと紹介しますが、概要欄に貼っておきますがですね、私のチャンネルでですね、たびたび本人リアクションっていうシリーズをやらせていただいております。ありがとうございます。もちろん本当にありがとうございます。ありましてですね、なんてミュージシャンにとってありがたいチャンネル。ウィンウィンみたいな。ウィンウィン。そうなんですよ。めちゃくちゃありがたいです。声優のやらしてくださいということなんですよ。いや、もちろん。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日取り上げさせていただく曲はと言いますと、こちらですね。真ん中に出るから、ドドン。ありがとうございます。こちらですね。ジャックザリッパー。ジャックザリッパー。そうです。ありがとうございます。シンさんのこれオリジナル曲。そうなんですよ。そうなんです。ありがとうございます。シンさんのチャンネルで上がっておりますが、はい、まあ、皆さんこれもご存知だと思うんですけど、キズさんの、はい、まあ、一撃という、ね、はいはいはい、企画があります、はい。一発撮りで、そうですね。歌うって土地狂った企画が、いい意味ですよ。あるんですけれども、まあ、それの、まあ、シンロイドバージョン。そうなんですよ。シンさんのチャンネル。でもあれ、結構経緯があって、実は。あ、はいはいはい。多分皆さん、ミュージシャンの方って、キズさんのチャンネルでやられてるだけじゃないですか。そうですね。僕は、やっぱ YouTube それより前にやってたんで。そうですね。やっぱ YouTuber としては。パイセン。さすがに、いや、俺のチャンネルでもちょっとやらせてもらえませんかねっていう風に言って。いいですね。一撃じゃないですか。そうですね。反撃って面白くないですかっていう提案をさせていただいたら、あ、ぜひお願いしますって言ってくださって、で、こう、あの企画がこう実現して、一撃と反撃っていう。すげえ！そうなんですよ。そういう経緯があられたんですね。実は、あれはそういうことで。そうなんですよ。で、キズさんの、はい、あの曲を僕は歌って、歌って。はい、そうですよね。で、僕のジャック・ザ・リッパーを、はい、ライムさんが来て。豚、ジャック・ザ・リッパー。豚とジャック・ザ・リッパー。豚とジャック・ザ・リッパー、すごい、すごいなんか、確かに。どっちもなんか、ね、そうですね。物騒ですよね。物騒な、物騒な映画のタイトルみたいな。確かに、確かに。なんですけど、はい、そうです、ね。まあ、ビジュアル系あるある。はい、そうです、ね。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 これ、オリジナル曲じゃないですか。はい。そこ関連で言うと、なんか最近またなんか、出されたみたいな。ありがとうございます。ネオンっていう。ああ、出ましたね。出したんですけど。こちらですね。はい。ジャック・ザ・リッパー出したやつは思えない。本当ですよ。本当ですよ。何の情緒不安定な感じになってるんですけど。いやいや、もう素晴らしい。実はこれは、挑戦のシングル。まあでも、これもちょっと後で、後ほどちょっと、しっかり話させていただきたいんですけど。はい。こちらも、ぜひ、チェックいただきつつ、はい、この新曲引っ提げてまた、ライブも。なんていいチャンネルだ。全部。宣伝チャンネル。宣伝してください。はい、もう、そうです。実はですね、はい、12月20日に、はい、ゼップ新宿あらで、ワンマンライブさせていただきます。あら、すごい。いやー、でもソロすごいとして初めてゼップに立つということで、挑戦が続きますね。そうですね、ずっと挑戦してるんですけど、すごいわ。まあ、なんとその1日前の12月19日には、はい、歌舞伎町タワーの目の前で、はいはい、僕フリーライブやるんで。マジですか。そうなんですよ。前夜祭じゃないですか。よかったら、はい、皆さん皆さん行きましょう。ぜひ来てください。もうだから、そんぐらいやっぱゼップって、まあ、命かけて。いや、そうですよ。ミュージシャンで、やっぱゼップって、みんな立ちたいじゃないですか。いや、そうです。命かけるべき場所なんですよ。あー、そう。そうなんですよ。これ、心動いた人多いと思うんで。ありがとうございます。チケット買ってください、皆さん、本当に。ジャック・ザ・リッパーも、はい、実は、はい、僕、ビビット終わってから2年間ニートやってたんですよ。はい、あ、はいはいはい、はい。ニートやってて。はい。もう SNS かも僕実は全部消してて。ビビットの時。はい、存じ上げております。はい。ああ、さすが。ありがとうございます。だからゼロからやってたんですけど。そうですよね。めちゃくちゃ尖ってたんですよ、だから僕。それを始める時って。ジャック・ザ・リッパーだったんですね。だから、そう。もう全てを、全て逆境なんか切り裂いていくぜっていう意味で、つけた。かっこいい。で、そういうことですか？そういうことなんですよ。めっちゃ。だから、ジャック・ザ・リッパーは、もうなんか、俺自身みたいな。気合入った曲なんですよ。気合しか入ってない。気合が入ってる曲。気合しか入ってない曲なんですけど。確かに確かに。そうなんですよ。これめちゃくちゃかっこいいんで。ありがとうございます。行きましょうかね。はい、こんな感じで、このチャンネルでは、日々ボイドル関係のお話とか、あとリアクションとか、アップロードしますんで、まだチャンネル登録をお済みでない方、審査のチャンネルも含めてですね、登録ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、本編行っちゃいましょう。はい、さあ、ではでは行きましょう。久しぶりに見るな。あ、そうですよね。なんか新鮮っすね。そうなんですよ。結構これ、だって何年前でしたっけ？2年前。いや、めっちゃ久しぶりに見るな。2年前の夏とかでしたっけ？そうですね、多分。そうですよね。めっちゃ懐かしい。レアですね、これ。じゃあ行きたいと思います。はい、場所がね、違いますね。あ、そうです。これ前の事務所の。ね、スタジオ。スタジオで、はい。ですよね。僕、円満大使なんで。そうです、そうです。動画も出されてます。円満大使なんで。はい、はい、はい。
ですね。髪が短いな。確かに黒いし。これなんかこの二人、まず気になったんですけど、はい、まあビジュアル系にもいろいろありますけど、はいはいはい、本当にこう、はい、あれですよね。本当にこの絵を見るだけでビジュアル系っていろいろあるんだなって。確かに。片や白塗りで。白塗りで。片やなんか黒髪の割と爽やかめな。そうですね。結構だから僕黒髪の時とかバンドマンに見られない時とかあるんで。あ、そうかもしれない。そうな、美容師さんみたいな。美容師ですかみたいな。ぐらいの。そうです、みたいな。はい、はい、はい。嘘。シンプル嘘。なるほど。そうですよね。メイクもそのめちゃくちゃ濃くはないですからね。まあそうですね。そっか。まあ、いろんなビジュアル系の形があるんだなっていう。ありますね。多種多様がもう。多種多様が。見れますね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、いや、逆に呼んでいただけるなんて光栄ですね。いや、もう、楽しんでもらって。はい。じゃあ別日ですか。別日ですね。別日。別日です。なるほど、なるほど。はい、あ、来ました。ちなみになんですけど、はい、一発撮りですか、これ。一発です、もちろん。もちろん一発撮りです。一発撮りって知ってますか、皆さん。何回も撮らないってことね。一回で全部歌うんですか。一回で。それを、分かってほしいですよね。うん、やっぱりそこは。そうですよね。リアル。一撃仕様ですよね。一撃仕様。後ろが違うけど、もう一撃と同じ仕様ですよね。そうなんですよ。これ緊張なんですよ。マジで。いきますよ。Good morning, dreamer. これ？これ？これね。合ってますね。合ってますね。合ってますね。上手、やっぱり。そうですよね。上手ですね。ニュアンスすでに結構いろいろ入ってるっていうか、うん、なんかこう、普通にこう、はい、新しいジャック・ザ・リッパー。確かに。聞けるっていうか。こっちはこっちで正解みたいな。こっちはこっちでもう正解。感じありますよね。はい。ガナリとか。あー、かっこいいんだよな、この。キメが本当にかっこいいですこの曲。静か。こう違うタイプが。だから僕デスボはできないんですけど、はいはいはい、がなりながら歌うみたいのは結構やるんですよ。ハイドさんっぽさというか。そうですね、ハイドさんとかが結構やられる方法にも近い。そっか、確かに。シンさん結構この細かい感じのサラサラサラっていうがなり結構よく使いますよね。そうですね。そうですよね。はい、これだったら全然。ああやれるんですよ。なるほどなるほどなるほど。デスボは喉痛くなっちゃう。後でやります。後で教えてください。ぜひぜひぜひ。でもなんかこれでなんかすごい感じるのは、やっぱキズさんと、はい、僕のやっぱそのロック、同じロックでもちょっと違うじゃないですか。はい、違いますね。そうだから面白いっす。なんかこうテンポの取り方とかがやっぱ若干違うなっていう。あー、なるほどなるほど。すごい感じました。なるほど。面白い。着眼点がリズムのこう取り方とかがへー結構僕とライムさん違う。あー、なるほどなるほどなーっていうのを思いました。ライムさんの方がどうなんですか。ちょっと前乗りみたいな。いや、逆に言うと、はい、ライムさんの方がしっかりハマってる。ハマってる系。あ、します。なるほど、なるほど。この曲に関して。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そうそうそう。バチバチ系ですね。そうそうそう。そう。審査曲に。僕は、それで言うとちょっと前のめりかな。あ、前のめってんですね。この時期に作ったアルバムの曲とかは、結構前のめってる。へぇー、面白ちょっと洋楽テイストとかが、やっぱこう、入ってる。面白感じなので。そう、なんかそういうのを感じましたね。一緒に歌ってる時に。あ、リズムの取り方が結構違うな。あ、なるほど。確かに。現場でより感じるかもしれない。そうですね。うわ、違ったら申し訳ないです。そうだよ、そうだよ。面白。なんだけどな、とか思ったんですけど、なんかなんとなく。感想としてはですね。はい、思いましたね。面白い。贅沢っすよ、この2人に歌われてんの、マジで。あ、ここはちょっとこう、ウィスパーですよね。そうですね、ウィスパーに歌う。優しめ。うんうんうん。この、セミムっていうのがめちゃくちゃ気持ちいいですよ。ありがとうございます。ここの歌詞あり気持ちよくないですか？超好きなんですよ。あ、嬉しいです。あ、でもそれで言うと僕、はい、メロ線なんですよ。曲作る。で、結構適当英語みたいなの作るんですよ。あ、なるほどなるほど。気持ちいい。この時は、結構その適当英語でハマりいい音から歌詞を導き出したりすることも多くて。はい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 。聞こえで。結構その辺が多分その入ってるかもしれない。あ、いや、だから。What to do? みたいな。気持ち気持ちいいです。言いやすいし。多分、カリカシも、Tell me what to do みたいなことを言ってたと。あー、なるほど、なるほど、なるほど。それでハマったわけですね。そうですね。
なるほど、なるほど、なるほど。いや、これね、気持ちいいんですよ、皆さん。ちょっと太くなし。おお、あ、おお、おお、これ B ですね、これサビですね、こっからサビなんですけど、こっからサビです。これ気になるのは、結構これサビ行くまでに結構ウィスパー割合多いじゃないですか。はい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 。で、シンさん途中から結構如実に、いわゆるちゃんと声を入れ始めた。はいはい。ちょっと待ってですね。どこだっけな。ここが、ま、なんか、真ん中ぐらいですか。まあそうですね、シンさんにとっての。まあ、そうですね。ようやくこう、ローギアから切り替えた。って感じですよね。ちょっといってる感じ。はいはい。ここが一番多いですか、その。歌において。どうなんでしょう。まあ、A メロ、B メロに関しては、このギアは確かに多いかも。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。サビに向かって上げていくわけですね。そうですね。この次でなんかもう 0.5 か1上がってる気がするんですよ。0.5 ぐらい上がりますね。ですよね。はい。この辺か。この辺とか。確かにガッとこう。ガッと上がってますよね。ガッと上がりますね。うん。ライムさんもそう、それにこう、合わせてくる。気持ちいい。ああ、うまい、うまい、ここやばい、ここやばい。なんか地声で行くのが、そうそうそう、すごいなと思いましたけど。すごいっすよ、ね。ここはあの僕裏あのファルセットなんで。原曲ファルセットですよね。ファルセットなんで。ここって、はい、クロスするんですよ、メロが。あ、はい。浮かんだ感情って行かなきゃいけないんで。ああ、はい。ガッと行くと、はい、息が続かないんですよ。そうか。そうだからファルセットなんですよ。ああ、なるほどなるほど。二人で歌ったからこそ。これができて、なるほど、素敵と。ならではありがとうみたいな。ならではですね。はい。まあこれハイトーンボーカリスト同士のぶつかり合いですからね。サビ下ですね、シンさんが。これは下ですね。うめえな。やばすぎ。からの交代。あーね。そう。気持ちいい。ガラッてフェードアウトする感じ。そうですね、やっぱこう彼に引っ張られて、その僕もこうはいはいはい、はい、エンジンかかったんですね。そうですよね、はい、これかかってますね、うん、交互っていうのもあって、やっぱ全力出せますよね、より。そうですね、より全力というか。そうですよね。しかもそのなんていうんですかね、あの、はい、自分の曲を谷が素敵に歌ってるから、はい、もっとこうやっぱ自分の曲だから僕ももっと頑張らなきゃみたいな。そっか、反撃ですもんね。反撃なんで。そっかそっか、そうですよね、反撃し合ってるわけですね。反撃し合ってるわけなんです。バチバチですね。2番入るわけですね。ああ、この辺の乗り方もなんかね、違います。ちょっと違うじゃないですか。違う違う違う。ライムさんはこうやってこう全部いってる感じ。タン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 乗ってるけど、僕はうんタンタンね、なんかだから多分リズムの取り方がそもそも違うってことかだなっていう。確かに思いました。ライムさん全部取るんでしょうね、なんかさ。でしょうね。8分か8分16分早いし、はいはいはい、からちょっとあの刻んでないと、あだったかもしれないですね。そうかもしれない。人の曲だからしっかりやんないとって思ってくださったのかもしれない。確かにそうかもしれない。クリックに合わせたのもね。僕もあの人様の曲歌うときは確かにこうやってどんどん自分の曲だからちょっと余裕あって、あのあれかもしれないですけど。そっかそっか、人様の曲だったら俺もなんかしっかりと曲クリックと同じに動いてくる。確かに確かに、そうこれに合わせてかもしれないです、ね。そっかそっか、まあ、それもあるかもしれないですね。そういった意味でもやっぱ ありがたいですね。ちゃんとこう大切に歌ってくださってるなっていうのが。本当そうですね。動きからもわかる。丁寧にやろうっていうところで、ね、はい。なかなかこれミュージシャンじゃないとわかんないですよね。クリックと同じに動いてるっていう。本当にそう。ここで聞こえてるのが皆さんです。コン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 ってずっと鳴ってますから、ね。そうなんです。面白い。そんなところもこれ視覚で見えるのがいいです。シャッター。ほら、乗り方が全然違う。なんかこう。優しい。ああ、ここ多分ライムさん結構その何でしょう、ある意味原曲超リスペクトというか。あ、そうですね、あのウィスパーでやって寄せてますよね、はい、かなり寄せてません。ありがたいですね。でもあのやっぱり、はい、違く聞こえますね。確かに、うん、いやだからそれはこれはこれでいい
なって思うんですけど、ハスキーさが違うっつうか、うん、違う、ハスキーさが確かになんか違いますよね。違います。シンさんの方がなんかこうもうちょっと高い位置のハスキーに聞こえるんですよ。うん、そうかもしれないですね。はい。でライムさんの方がちょっと低いウィスパーに聞こえるんですよね、うんうん、確かに確かに。ライムさん結構心なりが僕強いと思うじゃん。ああ、確かにそれはそうな気がする。そうですよね、はい。ビブラートかける時とかも結構下顎でかけてるイメージ。あ、わかります。うわーみたいな。あ、そうですね、イメージが結構、あのビジュアル系ジャンルの人は多いかもしれない、ね、確かに、うん、そのここら辺である。ちょっと演歌チックっていうか。あ、確かに、ある意味そんな感じですよね。そうですね、ちょっとローがある。ローがありますよね。ローがある感じというか。シンさんちょっと話変わるんですけど、ビブラートとかってなんか意識されたこととかあるんですか。あ、でもそれで言うと、うん、僕も、もうガクトさんが、あ、そっか、すごいリスペクトしてるボーカリストの一人で、はい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 、言ったらその早いじゃないですか。早いです。ルルルルルルですね。あれ俺あの真似してたら、はい、まずビブラートでいいようになったんですよ。おお、なるほど。その中学生の頃にガクさんの歌を真似してたら、まあ、あのビブラートが、いきなしあの超高音のビブラート、超高音のビブラートが行きましたね。そうなんですよ。はい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 、できるようになって、すごい。でそっからあのだんだんそのボーカリストとして、はいはいはい、あの長くやらせていただいていくうちに差し引きっていうか、あ、はい、はできるようになってきて、最近その書けないこともあるし、おー、そうなんですよ。書けないこともあるし、ゆっくり書けることもあるし、はいはいはい、っていうのがなんかだんだんできるようになってきたんで、あ、いいですね。そうですね、まあ、ローで書けることもできるんですけど、僕がローでやることってあんまないかな。あ、はいはい、言われてやるぐらいですかね。そう、あ、なるほど。あの人様の曲歌う時とかに、はいはいはい、もうちょっとこうえぐく歌ってくれって言われる時とかは、はいはいはい、結構やるかもしれないですけど、自分の曲とかでは結構やってるのないかもしれない。なるほど。入りましたね、ちょっとこう声が、伸びやか。うまい。上手。うまい。本当にうまい。刻んでますよ。刻んでますね。刻んでます。でもどうなんだろうな、ずっと。これウィスターの時ってどういう感覚ですか、はい、薄い地声みたいな感じですか、ファルセットに近いみたいな感じですか。なんだろう、ちょっとエッジに聞こえるですね、ちょっとこうエッジなのかな、ちょっといますよね。透明なままのみたいな、なんかこういう感じっていうんですかね、ちょっと語ってるに近いかもしれない。ああ、A メロ B メロは、あ、はい、歌うももちろん含んでるんですけど、はいはいはい、語ろうっていう、あ、語りかけよう、語りかけようっていう方が多いかもしれないですね。あ、なるほど、はい、なるほど、だから特にサビよりも AB の方が滑舌とか歌詞はしっかりやってるかもしれないですね。そういうことっすね、はい、あ、なるほど。あ、確かに確かに。で、ちょっとここから次入るんだ。で、かはりですよね。そうです、ギアが。でも、ふわっとしてるのはいい意味で。今のいい。あ、転調して。はい。はぁ、まだ行く。地声で。まだ地声で行く。ここよ。ああ、気持ちいいな。高く聞こえないですね、あんまり。その高いですよ、ほんとに。あ、はいはい、めっちゃ高いんですけど、はい、これ皆さん歌ってみてください。これめっちゃ難しいですからね。結構難しいかもしれない。難しいっすよ、マジで。むずい、ほんとに難しいっすよ。めっちゃ難しいかもしれない。一発撮りでやっちゃいけないやつですよ、これ。ああ、
んか例えば、はい、顎の角度とかって気にしてます。なんか最後のとこって結構顎引いてるらっしゃるんですけど、シンさんが、はいはいはい、で最初のサビ終わりだっけな、はちょっと顎上げてらっしゃったんですけど、この辺とかで気にします。高い歌歌うとき俺顎上げない方がいい気がします。俺はなるほど、なんか喉痛くなりません？あ、まあまあ確かに確かに、なんか高い、そうかそうか、意外と高いのってみんなこうやって出そうとするんですよ、はいはいはい、だからあれ閉まっちゃいます。ああ、よくないですね。ですよね。トレーナー的にもよくないです。引いた方がいいです。やっぱそうなんですね。引いた方がいいです。なんかこう、本能的に、やっぱすげえ。やっぱ上げない方が、絶対的にその喉に負担がかからないなっていうのは。いや、そうですよね。はい、引いてる。確かに、引いてますね。こっちに出すんですか？ガラってるとこ。そうですね、結構、こうかもしれないですね。こうか。こう、鼻から、行くかもしれないです。っていうとこにも皆さん、着目ですよ、これ。駆け抜けます、これ。駆け、すげえなってます、僕は。そうですね、いや、いいっすね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこよくないっすか、この曲。ありがとうございます。マジで好きなんすよね、この曲。でも結構その、ミュージシャンの方からとかも、はい、この曲はすごい、うん、評判がいいっていうか、かっこいいっすもん。ありがとうございます。めちゃくちゃ好きですよ。ありがとうございます。でね、見えてますけど、はい、ネオン、またね違うんですよね。ジャック・ザ・リッパーを出したやつは思えないかわいいジャケットそう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 、なんですけど、そうです、あのまあ作った経緯というか、はいはいはい、僕が作ってるやつ実は、あ、みたいですね。そうなんです、はい、概要欄とかに書いてますけど、なんで、はい、あのこうなったかっていうのを、はいはいはい、まあちょっとこのせっかくの機会にぜひです、お話しさせて、ぜひオリジナルについて語ってほしいです。やっぱり、はい、生き方が僕はあの、うん、そのまま曲になるタイプなんで、あ、はい、一個写しみというか、そう、分身ですね。そうなんですよ。だからあの曲、自分の作る曲に関してはもうそれでしかないっていうのを踏まえて、はいはい、あの今回の曲は、はい、あの実は僕今年かい入ってから、はい、あのいろんな人に書いてもらったり、はいはい、僕自身も書いたり、おぉ !40 曲ぐらいなんですよ、実は。めちゃくちゃあるやん。40曲ぐらいやった中で、じゃあ、やっぱり、僕、移籍もしてるんで、はいはいはい、あの、去年に。はいはい、そうですよね。移籍の一発目で、はい、やっぱりこう、たくさんの人に聴いてもらえる曲を、うん、あの出してほしいっていうふうになって、なるほど。その、恋愛とか、はい、女の子視点の曲がすごい合うんじゃないかっていう話に一回なって、で、それは僕も、確かにと思うんですよ、うん、まあそうですよね。そう、あのやっぱ世の中のヒット曲って圧倒的にやっぱ恋愛曲が多いじゃないですか。間違いないです。っていう視点からやっぱり恋愛曲やるってことは僕賛成だったんですけど、はい、ただ、はい、僕が書くってなると、あ、本当に僕恋愛、あのごめんなさい、あの本当に女性の視聴者の方をもしかして敵に回してしまうかもしれないですけど、はいはいはい、僕はやっぱり、はい、あの自分の音楽が、はいはい、一番人生において大切、うん、実は応援してくれるファンの人ももちろん同じ大好き、同じここにいて、はいはい、こと恋愛に関してははるかに違うんですよ、価値観。はい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 、まあ、優先度がありますからね。そう、優先度が、うんうん、僕ですよ、僕のあれなんですけど、そう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 、だからじゃあ恋愛曲を書けって言われた時に、うん、僕が書く恋愛って多分、うん、あの皆さんに刺さらない、要は説得力的なところ、説得力がない、要はそれこそ他の曲がシンさんのもう骨の髄を出してるから、そうなんですよ、そこがなんか薄っぺらくなっちゃうんじゃないかみたいな、それと比べるとってことですよね。ということで今回あの、まあ、依頼をさせていただいて、なるほど、っていうところなんですよ。ただこういう曲もやっぱないと、はい、その僕ずっとやっぱ自分で作り続けてるんで、はいはいはい、そのなんかでもこれはすごいいいフックになったと思うし、うん、これはあの実は、はい、ご本人がいいっておっしゃってくれたんで、お、はい、言うんですけど、はい、僕実はあの、はい、ガクトさんとご飯ご一緒させていただいたんですよ、この前。はいはいはい。あの、連絡先を交換。めっちゃいいじゃん。そうさせていただいて、いい、実はこう、ネオン。お送ったんですよ。あの、勇気。まさかのあの、勇気。ずーっとフライングゲットしてた方に CD を。あー、はい、はい。ファンで、うわーっと、したんで、ガクトさんの CD を、たまんね。もう震えながら、いや、ガクトさん、ちょっと。ね、ちょっと聴いてもらおうと思って、はいはい、挑戦の曲だからこそ聴いてほしくて、間違いないですね。どうですか、はい、お前は女性目線の曲が似合うなって言ってくれたんですよ。うわ、今どんどんやれって言われて、あ、よかったな、よかったっすね。変な話、もうロックは生き方だからみたいな、はい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 、ロックは別にギターが入ってるからロックじゃない、うわ、お前の生き方で体現しろロックはみたいな、うわ、言ってくれて、いやもう一生ついてこって兄さん、そう、兄さんすぎる。そうなんですよ。でライブにおいて、はい、ジャック・ザ・リッパーみたいな曲の中にこれが入ることによって、うん、今までと多分演出も変わってくるんで、確かに
ワンマンがすごい楽しんでもらえるんですよ、ね、うわー、そう20日行くしかねえなー、実はぜひお願いします。あのぜひ本家さんもぜひチェックしながら他の動画もぜひチェックしてください。レオンも聞いてもらって、レオン今最新で、そうです、上がってる、上がってますんで、はい、ね、まだのチャンネル登録とかお済みでない方ぜひ審査のチャンネルも含めてぜひご登録よろしくお願いします。お願いします。高評価もぜひよろしくお願いしますね、という感じで、じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。